はーい、どうもこんにちは、沖縄おばばです。はい、ミーターンは今日は出てきていません。でも朝はちゃんとしっかり食べてくれました。ええー、ね、えー、いわゆるね、稲葉のね、ちょっとトロトロしてるやつがあるんですよ。チュールじゃないんですけど。はい、金の出汁っていうやつですね。あれを一パック全部食べてくれました。はい、えー、結構なカロリーがあるんで、えー、あれ一袋でなん、30近くあったと思います。なので、 あとね、二つぐらい食べてくれれば、あまあね、カロリー的にはあ足りています。はい。まあ、そういう感じで。えー、なんとかね、えー、こう、柔らかいものだったら、なんとか食べれるようになってきました。はい。えー、まあ、とりあえず良かったです。昨日からね、ちょっと食欲があって、えー、いろんなウェットフードもあげてます。はい。えー、なんていうのかな。モンプチとかね。はい。モンプチが一番お気に入りみたいで、あげるとすぐにね、 なくなります。はい。<laughs> はい。えー、まあ、そういうことで、でも、もう、ちゃはね、もうちょっと買ってこないといけないんですよね。はい。まあ、そんな感じですね。はい。えー、で、えー、まあ、食欲はちょっとずつ回復していってます。はい。まだね、お口は痛いみたいで、痛がりながら食べてます。はい。えー、でもね、食べて、あの、くれてるだけで、本当に感謝、感謝です。ね、みーちゃん頑張ってるね。ね。はい。で、 朝ずっとね、上2階にいたんですけど、はい、えー、ケージのね、えー、今は潜って寝てます。はい。まあ、そんな感じです。はい、えー。皆さんどうもこんにちは。えー、まあ、これが別に話題ではないんですけど、えー、面白いね、記事が、たまちゃんの暇つぶしさんのところにありましたので、皆さんにご紹介いたします。はい、今ね、C の、C の人たちが一 スパイヌッポンに来てね、いろんなものを買っていますよね。はい。えー、C の国は規制をね、全部緩和してるんですけど、これがなぜかという理由なんですよ。はい。実は C の国の人たちは、もうね、えー、自国のね、アウト、政府に愛想が尽きてて、もう、ちょっとしたところで、えー、いわゆるね、えー、棒ですね、棒のね、 ぽのね、堂々が起きかねないということで、はい、ちょっと前までは白紙がね、白い紙があって、え次はねえ、花火があったということで、えー、こういうことを危惧してね、えー、まあ、外国に行ってもらってね、はい、えー、楽しんでもらって、うっんをね、晴らしさせていただくというね、えー、まあ、その気持ちをね、外国に向けると。 はい。なので、あのー、日本がほら、規制を強化しましたよね。規制をね。はい。えー、真の国に対して規制を強化しましたが、その規制強化をね、えー、した時に、あのー、抗議をしましたよね。はい。抗議。はい。えー、真の国は抗議をしましたよね。日本にね。そんなね、政治利用しちゃいかん、みたいなね。はい。えー、まあ、それ、 のことなんですけど、それについてなんですけど、あれはね。大概に向けてやったわけじゃなくて、国内に向けてやったということが分析されてます。どういうことかというと、あの自国のね。政府にこう不満を向けられるのはあちょっとね。嫌なんではいえー、まあ、無理でしょうけどねえー。不満は募りますけどねえー。外国に向けるためにやったということです。 はい。まあ、そういうからくりがありますよね。やっぱりね。いろんな、こう、アウトセーフのやることはね。はい。まあ、そういうことでね。えー、いろんなね、思惑が、あー、もうすっかり寝てますね。<laughs> はい。え見、ー、たね。はい。えー、まあ、いろんな思惑が、こう、関わってきているということですね。<laughs> はい。まあ、これ、あの、記事非常に興味深いんで、読んでください。ちなみにですね、 私のところ、あの、中国語のね、いろんな YouTube 動画見てるせいなのか、中国語のね、えー、あなんていうのかな、いろんな CM が入ります。はい、YouTube に。その中の一つになんと、カナダ移民の CM がすっごいいっぱい流れてくるんですよ。はい、カナダは、あカナダはね、えー、今、あのー、C の国の移民をいっぱい受け入れてるみたいですね。 はい、えー、これもね、えー、あの、じゃがいもさんのやることですから、はい、えー、まあ、どういうことか皆さんなんとなく想像つきますよね。はい、まあ、いろいろと思惑が動いているということでね。はい、えー、そんなこんなでね、えー、今日の3本目の動画でした。 皆さんどうもありがとうございます。で、ね、ミータもね、どんどんね、日に日にちょっと食べれるようになってきてるんで。はい。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。